歯学部受験を考えている受験生やご家族の方にとって偏差値も気になるでしょうか。学費も気になると思います。そうですね、私立歯学部受験を考える時の関心事は歯学部偏差値ランキングと学費です。私立歯学部の学費は医学部と同じように高額になりますね。何か歯学部独特の特徴はありますか？まず医学部の学費を見てみましょう。医学部の場合、6年間の学費と偏差値ランキングはだいたい逆相関になっています。学費の安い大学の方がボーダーライン偏差値が高くなる傾向にあります。確かに学費が高くなるにつれて偏差値は逆に低くなりますね。では私立歯学部の学費を見てみましょう。医学部とは違って学費の高い大学は偏差値も高くなっていますね。ボーダーライン偏差値が最も高いとされる最難関校の東京歯科大学は学費も一番高くなっていますね。私立歯学部の偏差値上位校で学費がそれほど高くないのは昭和大学歯学部くらいです。なぜ歯学部の学費と偏差値の関係は医学部と違うのですか？今から20年前2001年の私立歯学部の学費を見てみましょう。20年前は今と比べると全体的に学費は高いですね。4000万円を超える大学や5000万円を超える大学もあります。学費の安い大学も今の学費と比べると随分高いなと思います。そうですね、20年前と学費の最も安い大学を比べると20年前の方が800万円以上高くなっています。学費の最も高い大学を比べると20年前の方が2500万円近く高くなっています。松本歯科大学は20年前より6年間の学費が3000万円以上安くなっています。ここまで劇的ではないにしてもほぼ全ての大学で学費が下がっていますが、これはどうしてなのですか？私立歯学部は2005年度入試をピークに志願者が急減しました。2011年度の志願者は2005年度の4割にまで減少しました。私立歯学部の志願者が半分以下になったのは何が原因ですか？最も大きいのは歯医者はコンビニより多い、歯科医師は余っているという話が世の中に広まったことです。学費が高額なこともあって歯科医師の指定以外は歯学部を受けなくなりました。それで私立歯学部は学費を下げたのですね。そうです、私立歯学部全体が強い危機感を持って学費の改定を進めました。その結果私立歯学部の学費は全体的に下がることになりました。ただその危機感は大学によって多少差がありました。学生募集にそれほど危機感を持たなかった人気難関校ほど学費の見直しは小さなものでした。人気ナンバーワンの東京歯科大学は唯一20年前と比べて学費が上がっています。なるほど、人気難関校の現在の学費が高めになっている理由がよくわかりました。今日は興味深いお話をありがとうございました。